ザ。こんにちは。はい。さあ、豊さん。はい。まあ、今シーズン開幕して初の開幕を迎えるのは何も選手だけじゃないんですよね。監督。ああ。はい。ルーキー監督も今シーズン3年いらっしゃいます。そうだね。はい。まあ、立浪監督が勝った時に、はい、うん、ちょっとうるうるしてたような感じがあったんだよね。で、あのボールをポケットにしまってたのをこう出してっていう。監督で勝つってやっぱ確率なんだろうね。違うんですよ。例えば初安打とかさ、はい、まあ、初勝利だとかさ、うん、いろんなこう記念のボールはあるにしても、はい、立浪なんかね、2000本打ってるし、うん、最多ツーベースも打ってるしみたいな、まあ、そういうのでいろんなボールはあるんだろうけどもさ、うん、監督として勝ったっていうその一つのボールっていうのは、はい、すごく重みを感じたな、あのインタビューも含めて。そうですね。だって聞いてないこと、いやここにボールがありますみたいな、自分から出して言ってたから、はい、だからやっぱこう感無量というかさ、はい、そういう感じになったのかなっていうような感じはするよね。そうですね。しかもあの試合はあのジャイアンツ戦で追いついて延長で勝ち越してというか、そういう試合でしびれる中でのようやく勝ったで、まあ溝脇というね、はい、若い選手が打って、うん、でその溝脇っていう若い選手もちょっとうるうるしてみたいな、はい、うん、なんかねお二人でっていう、うん、だからやっぱりその勝つっていうことがいかに大切かっていうのを、うん、やっぱ監督っていうのは、うん、身に染みて感じるんだろうな。そうね。で、じゃあその立浪監督がその、まあ、3戦目でようやく勝利して、その前の2戦っていうのは豊さんどんな風に戦い方を見てたんですか？あ、でもそんなに動きようがなかったんだよね、うんうんうん、だから静観をしてたというかさ、はい、まあ、確かにそのリクエストを出したりだとか、うん、いろんな動きがあった中でそんなに立浪っていう野球っていうことではなかったと思う、うんうんうん、なんか何か仕掛けたりとか動かしたりとか、うん、とかあんまりなかったんだよね、はい、まあ岩崎が臨時で降板した時にどうするかっていう慌てたぐらいで、はい、まあ、そんなにはあのなかったと思う、うん、まあ落ち着いてるよねやっぱり、あー、うん、そのルーキー監督とはいえやっぱりそこはまあ勝負師だなっていうふうには思ったけどね、うん、ただ大きな動きっていうのはそんなに感じられなかったし、うん、まあ、これから長いシーズンにかけて、はい、立浪色っていうのを出してくる可能性はあるよね。例えば立浪色っていうと、例えばどんなことが、まあ、やっぱりさ、選手の使い方だと思うよ、まずは、うん、まあ、例えばその岡林をバーンと抜擢したりだとか、鵜飼、うん、を差し込んだりだとか、はい、まあ、石川を使ったりだとかさ、うん、やっぱ自分が体験したこと、うん、まあ、ルーキーでいきなりショートで開幕戦からスタートしてレギュラーになっていったように、やっぱり人の使い方っていうのは思い切りがいいよね。あ、うん、踏ん切りがいいという、はい、だからそういう意味ではいろんな選手を使いながら打てる選手を育てていくんだろうなっていう、うん、まあ、初勝利おめでとうというさ、はい、メールをこう打ったんだけどさ、はい、彼の中でもやっぱこう書いてきた言葉が、若手を育てながら勝てるチームにしていきますと、やっぱりこう選手をまずは育てたいんだろうなっていうような、うん、そこは感じたね。あ、うん、だからその選手の使い方、まあ、例えばエンドランを出すとか、バントを出すとか、スクイズを出すとか、まあ、そういうところっていうのは、まあ、彼が持ってる勝負感っていうのがあってね、でこれは誰でもやることなんだよね、監督としては。でも大きく変わるのはやっぱ若手を大抜擢してくるっていうことだよね、はい、でベテランも含めて、まあ、福留をバーンと開幕戦から使ったりだとかさ、だからそういうところはあると思うんだよね。うん、だから誰を使ってくるのか、まあ、楽しみにすると面白いと思う。そうですね。あ、さあ、そしてルーキー監督2人目がどちらの監督いきましょう？やっぱりビッグボス行くか。あ、そうですね、そうなりますね。あのもう初戦からすごいわっと思わせてくれる野球を見せてくれたんですけれども、やっぱ監督業ってさ、これまでの歴史の中でもう何百人で監督やってこられた人たちっているよね、はい、多分みんながやってることって真似でしかないと思う。例えば誰かのいいところを取ったり、うん、でもビッグボスはそれはしたくないと思ってるはずなんだよ、はい、やっぱ新たな野球、新たな改革はあるんじゃないか思ってると思う、はい、
で俺もそうなの、俺のことちょっと言わせてもらうとさ、 YouTube 始めるときに、はい、みんな周りが反対だったよ。そうだったんですね。ああ、いやそれは何て言われたの？それはナンパに見えたんでしょ。軽い。何をやってんですかみたいな、みんなに言われる、はい、多分ビッグボスもね、裏ではそういうふうな言葉っていうのはたくさんあると思うんだよ。何やってるんですか、うん、でもやらないとわからないことってたくさんあるんだよ。で俺も動画を撮るときにこんなことやっていいのかなっていう、うん、そういうことからこういう俺の色の YouTube ができた、うん、だから今ね一生懸命俺はもがいてると思うんだよ、うん、ビッグボス楽しそうにやってるけど頭の中では冷静にいやこれじゃないこっちなんだとか、うん、いろんなことを迷いながら自分をまとめようとしてると思うんだよ、うん、だからまだ全然完成形ではない、うん、だけどこれが完成した時には俺すごい力を発揮するんじゃないかなっていうような期待をしてるんだ、うん、ビッグボス、はい、そしたら根こそぎ野球界が変わってしまうような事態になるんじゃないかなっていう、だから俺はゆっくり見たいなって焦らずに、はい、結果じゃない、うん、プロとしての見せ方っていうのは彼が一番知ってるんだ。そうですね、だからそれを選手に植え付けながら、はい、負けず嫌いだからね、彼は負けていいなんて思ってるはずがないわけだから、はい、だけど負けても身を切らしても骨は断たれないみたいな戦い方をしていくよ、うん、彼は。そうだから俺は期待をしてるし、うん、言えば軽く見えるかもわからないけど彼の中でのマグマっていうのは燃えたぎってると思う。そうですね、あと思ったのが、あそのキャンプまではどちらかというとやっぱ選手よりも新庄ビッグボス、まあ、監督がどういう動きをするんだろう、どういう発言をするんだろうっていうふうに、その新庄監督がすごく目立ってたのが、開幕した途端にそっちよりもやっぱり選手が主役だっていうふうに見てる側がなんか思ったのが、あ新庄監督はこれをやりたかったのかな、自分を、まあ、前座とは言わないですけど自分を使って、はい開幕したら選手たちが主役になるような場を作りたかったと、こういうことなのかなっていうふうにもう思ったんですけど、うん、まあそれは人の感じ方で、うんうん、まあ、いろんな感じ方があると思うけども、はい、まだまだ新庄監督の方が目立ってる、ね、あカメラワークでも、そうか新庄監督とか、ね、ただ俺を超えていけって思ってるんじゃない、うん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 、それを期待してるんだと思う、うん、見せ方でもそう、はいね、パフォーマンスでもそう、うん、俺を超えていくような選手が出てこいって、うんうん、そしたらプロとして認めてやるみたいな、はい、そういうところもあるんだと思う。ただ野球がうまいから、うん、すごい成績だからっていうよりも、はい、やっぱ人気のある選手を育てたいんだと思う。あいわゆるあの頃の日本ハムのような選手たちをってことですよね、うん、新庄さんたちが日本ハムにいた時のような、あの頃は強かったけど、まあ、強さもありましたよね、稲葉さんもいたりとか、ただね、はい、選手のコールがあるじゃん、はい、そしたら全力疾走でポジションに散っていってたんだよね、うん、はい、ああいうこともやってほしいなと思うよね、うんうんうん、だから俺は経路の違う監督だけども、はい、でもこれが本当になる時があると思う、うん、だから俺はすごく期待してるし、はい、今まで固定観念に縛られてた、そういうことがこう取り除かれればいいなと思う。そうですね、うん、新たな本当にやっぱり、やっぱね新たにやる人っていうのは勇気もいるし、やっぱ批判にさらされる時もあるよ、はい、だけどこれが成功した時には手のひら返すからみんなそうなんですよね、うん、でそれがスタンダードに変わっていくんですよね。そうなんだよ、俺はもうできると思ってる、はい、やると思ってる彼、うん、だから応援する。そうですね、うん、応援したいし楽しみです、これから楽しみだ、ね、はいはい、まだだから形が決まってないから、うんうん、結果にはとらわれない方がいいよ、うん、でもその道筋をずっとやっぱりこう一緒に見といた方がいいよって、多分結果にとらわれるんじゃなくて、そうですね、最後多分点がこう線となってつながる時が来ますよね。そう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 、さあそして3人目ソフトバンクの藤本監督です。やっぱ選手の動き方だとかいろいろ見てると、うん、彼には人望がある、うんうん、だから監督のためにやる、はい、なんかそういう図式が見える感じがする、うん、だから人を動かした時に意外と結果が出る。ああ、みんながそこについてくるってことですね。そうそうそう、うん、でその人を変えるっていうのはやっぱメッセージ性があるんだよね、うん、だからそのメッセージを
割と汲み取るのが選手たちは早いような気がする、うん、だから強いチームになっていくと思う。上昇軍団と言われたソフトバンクを去年 B クラスになってしまった、うん、そこからまた強いチームに持っていかなきゃいけないっていう任務を背負ってますけど、責任はあるけどね、はい、でも焦ってないよね。あ、はい、うん、ただ非常なところも持ってると、うんうん、だから、まあ、藤本監督っていうのは目立った存在ではなかったじゃない、はい、例えばビッグボスが、うん、立浪があって、はい、ね、目立つじゃない、はい、ちょっと地味って言えば地味じゃない、うん、だけどしっかりしたものは持ってるね彼、うん、ああだからその今宮を変えてガルビスを使ってそのガルビスが決勝の満塁ホームランを打つとかさ、はい、やっぱ選手もよく見てるし、うん、なかなか手ごわい監督だと思う。そうですよね。ああどうなんでしょう今シーズン、まあ、ソフトバンク藤本監督に代わって、まあ、チームはその若手を育てたりとか移行期って言われてますけれども、またもちろん A クラスだったりとか橋本監督で今シーズン上位にググッと行くような兆しっていうのは、だから今年は俺ソフトバンク4位にしてるんだよね、はい、だからそれは1年かけてある程度のレギュラーを育ててくるかなっていう、あ、まあ、例えばサードにしたって松田をスタートしたけど、はい、だからここをリチャードにするのか野村にするのかとか、あと、まあ、井上選手、井上とかいるでしょ、はい、だからそういう選手を使いながらしっかりしたレギュラーを作って、はい、勝負に出てくるのかなっていう、うん、焦ってないよね彼は、うん、だからまあそこら辺が落ち着いてるようには見える、まあ、内心は分からないよ、はい、内心は分からないけど落ち着いて見せる見せ方がいいかなって思う、うんうん、まあね、3名のルーキー監督今日ちょっとあの豊さんに話していただきましたけども、うん、まあ3監督とも色があってそれぞれ面白いですよね。だから同じ色っていうのはないしね、はい、だからすごく面白いね。そうですね、はい、このルーキー監督が今シーズンどういう戦い方をしてチームをどの位置に持ってってくれるのかっていうの、はい、やっぱ監督の力って大きいからな。そこかかってますね。かかってます、はい、楽しみにしたいと思います、はい。